はい、こんばんは。えー、本日この話はですね、自民党のですね、裏金脱税議員ですね、これの処分ですね、自民党内における処分ですね、えー、これがね、いよいよ下されるということで、まあ、近づいているということですね。えーまあ、4月4日ですね、えー、に本議場になると、それが下されるということですね。 でこれをもってですね、まあ、岸田政権、岸田さんはですね、えー、とにかくこの裏金脱税事件の幕引きをしようという腹積もりのよう,ようなんですね。だけどね、これね、まずね、基本的にね、言っておきたいのはですね、この裏金脱税ね、これ僕は何度もそういうふうにね、呼んでいますけどもね、裏金ですよ、裏金。ね、うん、裏金というのはどういうことかというとですね、 政治資金収支報告書にね、この政治資金というものはですね、その出、うん、と入りですね、えー、これについてですね、えー、記載しなければいけないんですよ。政治資金収支報告書にね。えー、というのはですね、これ政治というものは、とにかく、その、国民を代表しているこの議員たちがですね、集まって、ね、うん。 集まって、そしてそこでですね、まあいろいろ議論してですね、えそして多数決に基づいていろんな政策を決めたりね、そして予算を決めて、えー、そして政治をやる国民の代表がですね、そういう世界なんですよ。ね、で、国民の代表ですから、ね、その政治行動というのは、これは透明じゃなければいけないんですよね。つまり国民からですね、見てですね、その政治行動を一つ一つが見えなければいけないわけですよ。 ね、別に政治家の私生活動向と言ってるんじゃないんですよ。政治行動ですね。政策を決める。予算を決める。これ国民のお金でありね、国民の生活がかかっている政策ですからね、うん。そういう活動について透明性を求めるのは当然ですよね、うん。で、その政治活動、これを支えるのはその資金、お金ですよ、えー。その資金というのはどういうふうに入ってきて、どういうふうに出ていくのかですね。えー、これを見なければいけないわけですよ。 ね、ところが、その政治資金収支報告書ですね、その収支にあるね、これに記載していないね金額、これがね、えー、結構な額がですね、あったわけですよ。これは安倍派、二階派を中心にね。で、つまり、その政治生活のですね、一面ですね、つまり経済的な、財政的な一面、これをね、隠していたんですよ。ね それが裏金、裏金事件ですよ。ね。で、しかもですよ、その裏金事件隠していただけじゃなくて、当然ながらそれをね、政治資金だと。ね。うん。これもう本当にね、正直言うと、偽っていたわけですよ。ね。うん、非常にフランクに言いますとね、偽っていた。そして、えー、これはね、えー、使い道というのはね、これはね、政治資金なんかじゃないんだけどね。まあ後でまた説明します,しますけどね。うん。つまり税金納めなきゃいけないわけですよ。 これ雑所得で所得税なんですよね。所得税を納めなければいけない。ところが、それをね、税金を納めない。納めない。これ、脱税じゃないですか。ね。うん。なので、裏金脱税事件ですよ。ね。うん。でね、まあ、脱税の件については、これはね、あのー、公的にはね、これ、認めませんよ。自民党はね。全く認めませんよ。ね。だけども、裏金問題については完全に認めてるわけじゃないですか。ね。 ああ政治資金収支報告書に記載しなかったということで。これは完全な法律違反ですよ。完全な法律違反。完全な法律違反をやった議員たち80人ぐらいがですよ。そのまんま議員やってるってこれどういうことですか完全な法律違反じゃないですか。ね。なので、これはね、処分なんてものじゃなくて、これは議員辞職以外ありえないですよ。議員辞職でしょ、だって。ね。 その政治資金収支報告書に記載しないというね。うん。政治資金規制法の趣旨をですね、踏みにじってる。つまり違反してるわけですよ。そういう議員ね。これ、絶対にですね、議員続けることなんかできるわけないじゃないですか。ね。議員辞職ですよ。ね。うん。それにもかかわらず、岸田さんはですね、ね。えー、これは、えー、甘い処分で終わらそうとしてるわけですよ。 これ自民党のね、内勤に照らせばね、非常に厳しい処分だと、ね、いうことを言ってるんだけども、ね、これ全然甘いじゃないですか、議員辞職ということを考えればね。そういうことで幕引きを図ろうとしてるわけですよ。ね。そしてさらに、この岸田さんはですね、もう本当にね、自分の保身しか考えてないんですよ。はっきり言って。どういうことかというと、自分がね、あの、首相を続ける。ね、総理総裁で居続ける。 そのためには何だっていいですよということですよ。ね。なので、えー、この裏金脱税事件についてはですね、森吉郎さんというね、本物の黒幕の名前がですね、安倍派幹部から出てきたわけですよ。ね。うん。このキックバック再開ですね。えー、これについては森さんが関与していたというような話ですよね。うん。で、 えー、この話、この森吉郎さんという名前がね、出てきたからには、森吉郎さんを徹底追及しなきゃいけませんよ。ね。それじゃなきゃ幕引きなんかありうるわけないじゃないですか、どう考えたって。ね。うん、常識的に考えて。人の世界ではですよ。人の世界ではね。うん。で、これをね、岸田さんは無視するつもりなんですね。うん。どうも無視するつもりですよ。今ね、同性を見てるとですね、これはね、絶対に許してはいけませんよ。 ね、日本社会これを絶対に許してはいけないですねこれね、うん、おかしいですよこれ日本人である限りですよ日本国民である限りこれは絶対許してはいけませんよね、うん、森喜朗さんは通級しなければいけませんよ、ね、そしてその通級しろということで森さんの国会へのね承認刊文、ね、あるいは参考人招致ですねこれを必ず実現させなければいけませんよ、ね、冗談じゃないですよね うんねうん、岸田さんはね、これでね、えー、この裏金脱税議員の、ね、処分をねとにかくいい加減に済ませてるですよ、そして森さんも処分しないでね、そしてこのまま幕引きして、そしてアメリカにね国賓待遇でね行っちゃうなんていう、ね、ことを考えてますけどね、これね、岸田さんね、ね訪米なんかね、これしちゃいけませんよ、こんなんで。ねうん、岸田さん、訪米やめろってやめろって話ですよ。 これ,にこれに幕引きするんだったら訪米やめろって話ですよ。ね。うん。えー、どうしてもアメリカ行きたいんだったらこれで幕引きするなっていうことですよ。ね。森喜朗さんの承認官問参考人招致。この日程を決めて、それだったらアメリカ行きなさいって話ですよ。ね。うん、それやらないんだったら、アメリカの正体を断りなさいっていうことですよ。ね。うん。そのぐらい厳しい問題だと僕は思いますね。うん。 で、その問題意識でねまずね一番最初にね紹介したいのがの日刊現代の記事なんですよねこれ4月1日今日ですねえー、こういうねえー、っとちょっとね最初のね文章をね読んでみますね「落ち目の岸田首相が政権浮揚をかける国賓訪米が1週間後に迫る中自民党は裏金事件の幕引きに急ピッチだ茂木幹事長は1日 裏金議員を処分する党紀委員会の招集を要請安倍派の幹部を中心に4日にも処分が下される見通しだ実態解明を棚上げする強引な終止符確信を知るキングメーカーは高齢を理由にどこまでもアンタッチャブル扱いえー、世論の怒りは増すばかりであるというねことですねこの確信を知るねキングメーカーというのはね えー、これもちろん森喜朗さんのことですよね。うん、ねでそしてね、この処分の内容ですけどもね、結局ね、えー、この、えー、キックバックですね、えー、キックバック、えー、これをね、まあ、再開を決めた、ね再開を話し合った、えー、まず4人ですね、安倍派のね、うん、安倍派幹部、まあ、座長のね塩谷隆さん。 それから、下村博文さん、西村光年さん、世耕博茂さんですね。まあ、この4人については、えー、自民党の規律、規約のね、規定で2番目に重い離党勧告。自民党を離れる、離れなさいと、というふうに勧告するというね、離党勧告。これで調整しているということですね。うん。それから、えー、政治資金収支報告書にね、この不記載。 これが5年間で500万円を超えるね、安倍派と二階派の約40人。これについては、えー、3番目に重い党員資格停止。あるいは4番目の選挙での非公認。まあこれなんかを検討してるっていうことなんですよね。うん、<laughs> まあはっきり言ってね、全然甘いですよ。ねうん、2番目に重いね、離党勧告だってですよ、ねえー。自民党から離れなさいって勧告するだけじゃないですか。それがどうしたのっていう話じゃないですか。ね うん、まあね、それでね、自民党離れたところで、離,離れたところですよ。離れたところで、無所属になるだけじゃないですか。ね。うん。で、無所属になって、次また選挙をやってるですよ。これまあ、もちろん自民党の購入はね、もらえませんけどもね。うん。そこで当選すれば、見そぎは済んだということで、また自民党に戻ってきますよ。ね。うん。これはね、全然甘い。ね。甘いところじゃない。問題になんないですよね。本来はですよ。本当は議員辞職ですよ。 ね。うん。これね、一言でまた言いたいんですけどもね。議員辞職、なんで議員辞職かというと,うと、言うかというとですよ。ね。まあ、その趣旨はね、先ほど話した通りなんですけどもね。要するに政治資金収支報告書に記載しなかった。これは完全にね、まさに現代政治のね、基本を踏み外してますよね。うん。ね、お金の出入り。これをね、まあ、 どうでもいいと。国民のね、目に隠れ,隠れてねや、やってやろうという話じゃないですか。ね、で、それについてですよ、えー、この派閥の方からね、そういうふうにしなさいと言われたと、とみんな言ってるわけですよ、幾度、にね、うん。つまりね、自分はね、まあ、ちょっとね、首かしげたんだけども、派閥がね、そういうふうに言ってきたんで、仕方なかったんだみたいなニュアンスを漂わせてるわけですよ。ね、ほとんど。ね、冗談じゃないって言うんですよ。 派閥が行ってきたからってそれがどうしたって話ですよ。ね。派閥が行ってきたって、派閥が何だって話じゃないですか。ね。例えば普通の会社員がですよ。ね。会社が、えー、これはね、法律違反だけどもね。会社のためにこれ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 、をしろと言われた時にですよ。それをする会社員っていますかね。それで法律違反をする会社員っていますかまあそれはね、時にはいるかもしれませんよ。ね。どうしようもない、やむにやまれぬ事情があってですよ。 だけども、通常はそうじゃないですよね。それは訴えるでしょう、それは。それは冗談じゃないということですよね。うん。まあ、結局それでね、会社に言われたからやりましたなんていうね、言い訳なんか通用するわけないじゃないですか。ね。法律違反は法律違反。その会社員が当然ながら罰されるわけですよ。ね。うん。もちろんそのね、えー、最終判決ではね、 情状酌量のところでね、酌量されるべき情状。そこでね、あの、くみ取られることはあるけども、基本は、その個人の犯罪じゃないですか。それと全く同じなんですよ。政治家がですよ、いくら派閥に言われたから、からと言われたってですよ。ね。最終責任は政治家じゃないですか。最終責任を負っている政治家が、その責任を取らないで一体何なんだっていう話じゃないですか。ね。 そういうことですよ。ね。うん。なので、これは議員辞職しかありえないんですよ。ね。議員辞職しかありえない。うん。という話じゃないですか。ね。うん。そういうことですよ。ね。うん。そしてね、それからね、この問題のね、森さんですよね。森吉郎さんね。うん。森吉郎さんに関してはですよ。これは本当にひどいですよね。うん。 これさっきも言ったようにね、あのーえー、安倍派幹部がね、あのー、認めたわけですよ、つまり、えー、キックバック再開の時にね、森さんですね、えー、これの関与があったというふうに認めたわけですよ。ところが、ですね、えー、自民党はですよ、この高齢の、ね、森さんにですね、これ以上話を聞く必要はない、えー、という判断に傾いたと。 いうふうにね報道されたわけですよね。これまたちょっと後でね説明しますけどもね。これはふざけるなって話ですよね、うん。これはふざけるなって話ですよね、うん。これはねえー、と例えばねえこの日刊現代の記事にね書いてありますけどね。うん、これもうねいろんな人がねこれはもう怒ってるわけですよね。X 旧ツイッターでねもう大荒れ状態ですよね。 えー、落語家のね、えー、立川雲水っていう人ですかねこの人はね、うんえー「高齢って何歳からことと次第によっては全国の高齢者が好き勝手なことをし放題になるんじゃねえの?」っていうね <laughs> ことですよね。うん。高齢者だから何事情聞かないもう許されるふざけるなって話じゃないですか。ね。うん。ね、これはね許されないですよね。 あこれは許されないですよね。だからね、あの経,済えー、経済学者のね、えー、成田さんでしたっけ成田さんね、得意のフレーズがあるじゃないですか、ね。高齢者はね、集団自決をなんていうね、びっくりするようなね、<laughs> ことをね、言っちゃった人ですけどもね、うんうん。そしてね、キリンビルかなんか知らないけどもね、そっちのね、そっちの広告がダメになった人ですけどね。成田さんね。 うん、もうその人ね、今こそ出番じゃ、出番なんじゃないですか。ねえ、うん。高齢者は集団自決王じゃなくてですね、自民党のね、えー、自民党の高齢 OB は集団自決王みたいなね。<laughs> ねえ、うん。だってこれね、森喜朗さんがこれでしょねそれから二階さんもね、次で引退するって話じゃないですか。ね二階さん84か5ですよ。ねところがどうですか二階さんもね、 えー、この人は確かトップだったじゃないですかこのね裏金脱税事件のね、うん、そしてさらに、えー、この表の裏金と言われているね、うん、この <laughs>、えー、制作費ですかね、うんうん、これね約50億円5年間で50億円もらってたって話じゃないですか、ねうん、で二階さん森さんなんて本当にねあのー、集団自決ね 集団、これ二人で集団っていうのもなりだからね、うん、二人で新集団をしたものをもらおうかって話じゃないですか。<laughs> ね。<laughs> そういう話になりますよね。これはね、冗談じゃないって話じゃないですか。ね。うん、冗談じゃないっていう話ですよね。うん。でね、この森さんのとこ、森さんのね、ことについて言えばですよ。ね。とにかく、今ね、さっき今紹介したね、周音竜さん。ね。 下村博文さん、西村光年さん、世耕弘重さんね、うん。これはとにかくね、えー、キックバックですね。これを協議したということでね、ね、えー、離島勧告になったわけですよね。なったってこれからなるわけですよね。えー、ほぼまあそれに決まりみたいですけどね。うん、で、この4人の,4人のうちですよ。下村さんを除いてはですね、全部ね、3人と森さんの子分ですよ。ね、いやもちろんね、えー、これだけじゃなくて5人衆の中でね、 あのーえー、バーベキュー萩生田さんというね、えー、森喜郎さんの一の子分みたいな人もいますけどね、うん、でそういうね子分だけ処分しておいてですよ親分ねこれもはっきりしてるのに親分は何もされないってこれどういうことですかこれねあらゆるですねこれなんていうかなあのー、論理ね反してるじゃないですかこれはね、うん、あらゆる筋に反してますよ ねうん、これ森喜朗さんの関与というのはですねこれはもうみんなね、あのーまあ、考えているわけですよ、ねうん。みんな考えているわけですよ。ね、このシステムですねこの裏金,裏金事件のねこの裏金ですねこれを生み出すこのシステムですねこれを始めたのはもう森喜朗さんっていうのはもうみんな知ってるわけですよ。ね。そしてこれは何度もね説明しましたけども それによって甘い汁を吸っていたのが森吉郎さんなんですよ。ね。うん、森吉郎さんが完全に甘い汁を吸っていたわけですよ。これはね。うん、何度も説明しましたけどね。で、検察の本命というのは森吉郎さんだったんですよ。この事件ね。うん、何度も説明しましたけどね。うんうん、ねつまり、これね、浦賀議員ね。<laughs> 裏金脱税議員のお金の使い道というのは3つしかないんですよ。1つは上級国民としての自分のね、えー、私服を肥やすこと。2つ目はね、地元議員を普段から買収しておくための裏金ですよ。そして3つ目が、これが派閥ボス。ね、派閥の親玉。つまり森吉郎さんですよ。それに対する上納金ですよ、ね。これを検察は追求したかったんですよ。ね それで、ね、2022年に安倍さんが亡くなってですよ。そして派閥会長が空席になったと。ねうん、でそこで森喜朗さんがしゃしゃに出てきたわけですよ。ね、で5人衆、ねうん。今、ね、言ったです、ね、西村光年さんとか世耕弘輔さんとかね、うん。あるいは松野さんとか高木さんとか、ね、バーベキューさんとかね。それが出てきた。ね、でこれでまあしね、えー、なかなか決めることができない。ね そして森さんとしてはね、決めたくなかったんでしょう。まあ、5人衆ということにしましたよ。ね、そして、えー、塩野谷さんと下村博文さんがですね、2人ね、年知的な上だったんですよね。うん、で、塩野谷さんを座長にして、そして下村さんを完全に外したわけですよ。ねうん、これ、下村さんというのはね、あの森さんのね、まあ、なんていうかな。 あの政治的にね対立している人だったんですよね。うん、そういうことなんですよね、うん。でね、とにかく検察はね、森さんを狙っていた、ねうん。これはね、もちろん僕はね、最初からね、説えー、知っていてですね、ずっとね、説明してきましたけどね。うんねうん、つまり、森さんへの上納金ですね。ね うん、これがね、森さんが、えー、このシステムを作り出した本当の狙いなんですよ、ねうん。なので、今でもね、ずっと上納金をもらっていたわけですからね。うん、普通政治家ってのはね、引退するとね、みんなね、えー、結構お金がなくなっちゃうんですよね、うん。そうなんだけど、森さんだけはなくならないんですよ。な,かな,なくならなかった。ねなのでね、あの港どかどっかのね、えーねえー、超高級ですね、 あの老人ホームから入ってるわけですよ、ね、うん、ねうん、そういうふうにですね森さんというのはね自分だけ甘い汁を吸ってきたわけですよ。ねうんね、なので森さんはですねこれを、えーね、一番最初にこのキックバックさせてですね,ねでそのお金それを各議員に、えー、の政治資金収支報告書に記載させなかったわけですよ。 ね。それ記載しちゃ、記載しちゃったら、ね。森さんへの上納金ってのはできなくなるじゃないですか。ね。つまり、入りを記載したら、でも記載しなきゃいけませんよね。じゃあ、どこに出すんだということで、森さんへの上納金としてね、3分の1出しますなんてね、そんなこと書けるわけないじゃないですか。ね。うん。なので、これは、政治資金収支報告書には、この裏金は記載するなと、というふうな、 というですね、指令が、ね、安倍派では出たわけですよ。もう要するに森喜朗さんなんですよ、これは。ね。うん。そういうことなんですよ。ね。うん。でそれを安倍さんがとにかくね、2022年4月に、これをやめようということにしたわけですよ。ね。うん。これも安倍さんがね、あの白馬の騎士だったというわけじゃなくて、安倍さんにもね、えー、2つの事情があったわけですよ。一つは取り犯疑惑ですね。 うんえー、これでね検察がね追っていたんで、えー、とにかくその検察がね、えー、この裏金、えー、事件ね、えー、これをね単調にして自分の方に迫ってきても困るということでこれは、えー、ね立たなければいけないということになったわけですよね。それからもう一つは森喜朗さんですよね、うんえー、つまりね自分を差し置いてこんなうまい汁吸い上がってみたいなね、えー、そこでこれをね断ち切ってやろうと。 というね動機なんですよ。ね、うん、なので、これはね、とにかく森喜朗さんの、えー、承認、えー、関門参考認証致これは絶対に必要ですよ、ねうんうん。これはね、もう野党はとにかくね、ずっとね、これ、追及すべきだと思いますよね、うん。ね。そういうことですよ。ねそしてね、この下村さんね、さっきね、ちょっと言いましたけどね。 うん、下室さんはね、森さんと対立していた。これはね、文部科学大臣時代にね、下室さんがね、この東京オリンピックをやる、この新国立競技場ですね、これについてね、えーまあ、一番最初ね、ザハ・ハディドですね、イラク出身のね、天才的な建築家がいるんですよね、うん。いたんですよ。もう亡くなってしまったんですけどもね。いや、この人の建築っは本当すごいですね。 僕もね、えー、よくこうネットなんかでねあのずっと見てますけどもねうんやっぱり中国なんかでね実現してるのが多いんですよ中国とかねあとまあ、えー、オイルマネーのいっぱい入る中東であるとかねというのはねこれお金がすっごいかかるんですよね本当にね未来都市なんですよそして非常に斬新なデザインなんですよねうんなのであまりに斬新すぎるデザインなんで まあ、未完の女王というふうに言われてるわけですよ。もう要するに金がかかるんで、ね実、実際にはね、建築できないっていうことでね。なのでかか、金がある中国と、ね、オイルマネーのあるう中東でしかこれお目にかかることができないと。まあ、その他でもね、まあちょっとありますけどね。うん。なので、この新国立競技国立競技場ザ・ハリド、これは金かかりすぎるんで無理だということで、下村さんはそれをね、まあ、断念したわけですよ。そしてね、日本人の熊健吾さんにね、したわけですけどもね。 うん、これはね、森喜朗さんはこのね、なんとかザ・ハリドでね、やってもらいたかったというようなことで、これ以来ですね、下村さんとは完全に対立しているとというようなことがね、言われているんですよね。うん、言われているんですよ。ね。まあ実際のところはね、まだまだね、対立のですね、原因というのはね、あるのかもしれませんけどもね、一番有名なのはこれなんですよね。うん。まあそしてね、まあ、下村さんをね、今回ね、 えー、この政治倫理審査会、政倫審でね、えー、もうすべて暴露してやるぞということでね、もう張り切っていたんだけどもね、まあ、この僕の動画もね、どうもね、この僕に入ってきた情報では、えー、こうよくっていうかな、しばしば見てるそうなんですよね。うん、なのでね、僕はね、下野さんにね、この働きかけるっていうかね、うんねまあ、こうまだね、まだまだ分かりませんよ。どうですか、この記者会見開いてですね、もう完全にやっちゃったらどうですかっていうね、えー、ことも言い,たいことな言いたいことなんですけども、 ね、これはね、とにかく下村さんをはじめね、森さんと対立する人にとっては、そんな簡単な問題じゃないんだよっていうね、本音があるそうなんですよね。うん。まあ、というのはね、やっぱり森さんが怖いということなんですよ。ね。怖いっていうのはどういうふうに怖いかっていうとね、このわーって怒った時のね、顔が怖いとか、まあそういうことじゃなくてですね、そういうことじゃなくて、本当に怖いんですよ。ね。うん、つまり、えー、ここでね、2人の名前がね、 あのー、これはね、<laughs> 下村さんの、まあ、耳に入るようにっていうかな、えー、わざと入るようにかな、ささやかれたと。まあ、あるいはね、えー、直接脅されたのかどうかっていうのは分かりませんけどね。一、うんまあ、人はね、石井幸喜さんですよね。これ何度も説明しましたけどね。これはね、えー、特別会計をね、この特に追っていてですよ。ねえー、で特別会計っていうのはね、この役人のね、 えー、霞ヶ関の官僚のですね、ま天、あ、下り先ですね、まあ、これに対するね、このまあお金の供給ですね、まあ、それだけじゃなくて、ですねこの裏の世界ね、ね裏の世界に対するですね、お金の供給というのもやってるという話なんですよ。そうすると、これを暴露されたらですね、これ、裏の世界にとっても大変なことになっちゃいますよねね、うん、まあああそこで、ね、石井さんはるる時ねある朝ね。 うん、この左の脇腹を刺されてですね、まあ、帰らぬ人となってしまったわけですよ。ねうんまあ、そこでもですよ、まあ、この森さんの名前っていうのはねこれはね、まあ、冗談抜きで、えー、僕の上には入ってくるわけですよ。ね、それからあとねもう一人は JOC 日本オリンピック委員会のね経理部長ですよ。この人がね、えー、突然ね地下鉄にね、うん、地下鉄の電車入ってくるところにですね 怒っちゃったんですよ。ね。怒っちゃった。ね。これ何で怒ったかというとですね、これ警察は一応ね、自らね、命を絶ったんだというふうなね、あ結論にしたんだけども、あまりに不自然すぎるんですよ。ね。うん。これ結局ね、誰かに押されたんじゃないかっていうね、この疑いもあるんですよね。うん。そしてね、このね、JOC のね、経理部長ですからね、オリンピックのね、お金の出入りについてはですね、一番よく知ってるわけですよ。ね。 そしてオリンピックといえばね、このオリンピックの前にね、森さんがですね、トップ、ね、代表理事を務めていたのはね、一般,社一般財団法人ね、加納治五郎記念国際スポーツ研究センターっていうのがあるんですよね。まあこれ、加納治五郎財団というんですけどもね、えー、略称してね、うんで。そこがですね、あのー、このオリンピック誘致のための裏金作りの、そのために作られたものというふうにね、見られているんですよ。ねうん、でこれはね えーまあ、週刊新潮がねあの俺特段当、当時、特段にスクープしたんだけどもね、うんえー、これはね、えー、まさにこのセガサミっていうところがですね、えー、この菅義偉さんに言われてね、当時の官房長官のね、そして裏金を出してくれないかと、要するにね、うん、で加納財団,財団に入れたら、そこはね国税も大丈夫だということまで言われてね、そしてそこで数億円出したんだということですよ。ね うん、これ、セガサミだけじゃなくて他、ね、他かの財界の人も出したわけですよね。うんまあ、そこでね、えー、そこから、えー、この東京オリンピックのですね、えー、この買収のためのね、特にアフリカのですね、票をまと,めるまとめるのに使われたということなんですけどもね。うんまあ、そこから出たということですね。でこれ、フランスの検察がね、ずっと追っていたわけですけどね。うん、で、えー、そこのですね、 えー、この財団ですね、加納治郎財団。ね。そこの代表理事が森さんであると。ね。じゃあこの買収資金だけじゃなくて、他にもなね、流れたんじゃないかと、他にね、うん。ということもね、えー、疑われるわけですよ。ね。そしてそれについて、この JOC の経理部長ってのは、これはまあよく知ってるわけですよ。知っていたわけですよ。ね。そうすると、じゃあね、それは一体ね、どういうね、 えー、なんていうかな、あのー、亡くなり方なんだということですね。でこのね、えー、JOC の経理部長、ね、それから石井幸喜さんこの名前がね下村さんのね、えー、耳に入るようにしてささやかれたわけですよ。ね、あなのでこの「生林審の前ねあるいは生林審やってる時もですよ下村さんの目にはね覇気がなかったですよねが、うん、がない元気がないい元気ですよね。 そういうい状態だったんですよねだけどそのね、えー、その下村さんねそれでね喋れなくなったと思うんだけどもこの岸田さんのねこの事情聴取ですね、うん、岸田さんが事情聴取したわけですよねつまり生理審ではね誰も誰も彼もね全然何もかもしゃべれなかったんであまりにね世論の批判が強いんでですね岸田さんがじゃあ私が事情をねもう一度聞きましょうということで、えー、この4人に聞いたわけですよ。 その4人のうちの1人が下村さんですよね。で、僕に入ってきた情報によれば、やはり下村さんがね、や大々的にっていうかな、洗いざらいね、岸田さんには喋ったというようなことなんですよね。うん、そういうことなんですよね。ね。ところがですよ、ところが、えー、突然ね、これがね、まさに3月29日、金曜日、まあ、先週の金曜日ですね、の夜9時過ぎにですね、 共同伝でで、ね、驚くべきニュースが流れたんですよね、うん、どういうニュースかというとね「えー、森喜朗氏側すでに裏金聴取自民関与なしと認定」っていうねこういうことなんですよ。読んでみるとね「派閥の政治資金パーティー裏金事件を受け自民党はでに安倍派解消経験者の森喜朗元首相側から水面下で話を聞き取っていたことが分かった」。 資金管流が始まった経緯や2022年に復活した状況について尋ね関与なしと認定した模様だ追加聴取は現時点で想定していない政権幹部が29日明らかにしたというね驚くべきねニュース流したんですよねこれがね,、うんねうん、ところがねこの話には前段があってね実はこの29日金曜日ですねそのお昼過ぎにですねお昼過ぎにねなんとね 小池百合子さんがですね東京中国に出ないと。ね、というのはこの乙武さんですね乙武さんをですね出すということをね小池百合子さんが公表したんですよ。こ、ね、こ、うんね、これはねねどういうういいとととかということですよ、ねうん、つまりね、えー、それまでね、あのー、岸田さんはね小池百合子,子さんをものすごいねあの恐れていたわけですよ。 ね、小池さんが出てきたらもうとにかく小池さんに風が吹いて自分はあっという間に吹き飛ばされてしまうと。ね。うん、まあそういう状況はねそれは分か,る分かりますよ。そうなると思いますよ多分ね。ね。うん、ところがその小池さんがどうも4月のですね4月28日の東京中国の補選に出ないということですね。そうなると、ね、当面のですね敵になると思われた小池さんがいなくなっちゃったんでね。あ よかったということでですね,ね、それまでは、じゃあ森喜朗さんをぶったたいて、悪役に仕掛けて、ね、仕立ててえ、そして自分がその白馬の騎士という、ね、役割、それで小池さんに対抗しようというふうに考えていたんだけどもね。だけども、えー、ここでね、無理やりその森さんをね、悪役に仕立てる必要はなくなったということですよ。ね、そんな冒険をする必要はなくなったと。 いうことになったわけですよねやっぱりね森さんをね悪役に仕立てるということはねえー、これは旧安倍派ですねこれがね全体がどうなるかっていうのはよくわからないところじゃないですかねつまりさっきも言ったようにね森さんの古分というのはね五人衆ねをはじめいるわけですよねあ。そうするとねこれは非常に冒険だということでできるなら避けたいと考えてたわけですよねなので 森さんを悪役,悪役に仕立てる必要はなくなったと、ね、いうことですよ、ねうんそん。そういうことなんですよね。うん、そうするとね、これは、えー、まさにですね、えー、森さんね、うんまあ、改めて、えー、事情聴取する必要はないというふうな判断になったわけですよ。ね、そして、これはね、共同通信の記者かなんか呼んでね、これ分かりませんよ、こう推測ですけどもね。うん 実はね過去に森さんについてはね事情聴取していたんだと実は水面下でねそしてどうも森さんはこれには関与していないとそういうふうに我々はね判断しているんだとねなので森さんの事情聴取再聴取はしないとねそれをちょっと今伝えるのでね君だけに伝えるのでちょっとねそれよろしくちょっとあの頼むよというね、えー、ことだったと思うんですよね それで突然3月29日金曜日の夜9時22分に共同通信のね、えさっき紹介したニュースですね。うん、森さんはすでに聴取していてえ自民党はもう関与なしと認定してると。というね、ニュースが流れたんですよ。ね。まあとんでもない話じゃないですか。ね。とんでもない話ですよね。うん、とにかくね、この森さんについてはね、えー、もうみんなね、その、 裏金の親玉っていうことは分かってる。そして甘い汁を吸っていた。えー、ということはね、これはまあ、えー、僕がね、この一月マウスはずっと喋ってるわけですけどね。うん。これはもう間違いないわけですよ。ね。うん。ところがその森さんについて聴取しないっていうね、ことですよね。うん。これはまあとんでもないことだと思いますけどもね。うん。とんでもないことだと思いますよ。ね。うん。でね、えー、っと、結局ね、 えっとこの党紀委員会っていうね、これはまあ、処分をね、自民党で処分を出すのに、そういう委員会開かなければいけないわけですけども、えー、これがね、えー、招集を要請したのかな、うん、これはね、ちょっとね、今ニュースをまだ見てないんでわからないんですけどもね、で結局、4日にもですね、党紀委員会が開かれて、処分が決定されるということですよね。うん、処分が決定されるということですよ。 まあ、この処分がね、どうなるかというのは、これさっきね、紹介した通りなんですけども、まあ、はっきり言ってね、議員本来の議員辞職に比べたら、全然甘いね、えー、ことなんですよね、うん。全然甘いと思いますね、うん。全然甘いと思いますね。だけどもね、これね、まあまあ、一応ねあの、情勢をね、説明しておくと、まあ、この特に4人ですね。うん、4人。 塩野さん、下村さん、西村さん、世、え、耕、ー、さんね、これは選挙での非公認以上の処分ですね、つまり離党韓国からね、うん、おそらく離党韓国じゃないかというふうにね、まあ、各紙はですね、あの報道しているところなんですけども、これはね、えー、日韓現代がね、取材した記事なんですけどもね、うん、これちょっと前のね、3月26日なんだけども、 これね、この処分が行われれば結構ねこの4人にとって次の選挙は結構厳しいんじゃないかっていうね、えー、推測してますね。うん、まずねこの塩谷さんねこれ衆議院の静岡八区なんですけども、えー、これはね前回ね実は落選してるんですね塩谷さんね。というのは、えー、2万票以上の差をつけられて落選してるんだけども、えー、一応ね比例復活してるんですよ。 やっとやっとね、比例復活なので今回ね、えー、これ自民党の公認がなければまず勝てないだろうと言われてるんですねなので塩谷、えー、さんは最大に危ないということですねそれから東京11区の下村さんですね下野博文さんねこの人もね、えー、苦しいということなんですよまずね非公認でね公明党の推薦を得られない可能性がね高いんですよねあ でね、選挙区内のこうね東京11区内の公明投票は3万票を超えるんですよ。ね。なのでこれ一挙に危なくなっちゃうんですよね。うんえー、前回ね立憲民主党の候補をね、うん、これに3003万票以上の、ね、差をつけて当選したんだけども公明票がなくなったらもう一気にねあの同じになっちゃうんですよ。ねうん、それからね西村光年さんねこの人はね あのちょっとわかんないんだけどもね前回の衆議院選挙でですね、うん、この人はね、えー、共産党候補に9万票以上の差をつけてね圧勝してるんですよね、うん、なので大丈夫だろうというふうにも見られてるんだけどもところがね場合によってはね落選危機なんですよというのはですねあのこれ泉房穂さんですね前明石市,市長の泉房穂さん この泉さんがですね、まさに、えー、この西村さんのところから出るんじゃないかと。というふうにね、えー、そういうね、話があるんですよ、ね。そうすると、これ西村さんはね、あっという間にですね、危なくなっちゃうんですよね。うん、これはね、えー、っと、淡路島ですね、淡路島、えー、のね、三つの、三つの市では、えー、西村さんがね、ものすごく強いんだけども、 ね、だけども、えー、淡路島ってのはね全体の3分の1なんですよね残る3分の2はね赤市なんですよ赤市つまり泉さんが、えー、市長をねやっていた赤市なんですよ、ね、なのでこれ大量許をするね可能性があるんですよ泉,ス泉スタッフス房穂さんがね、うん、そうなると西村さん危ないしかも自民党の公認がないということでこれは落選危機なんですよねあ、うん そそういういことなんですよ。それから世耕さんですね。世耕さんはもちろんねえー、これ和歌山ね今参議院議員で和歌山3区へのねあのー、この黒替えを狙っていたんだけどもね、うん、これ一番のねタイミングとして二階さんですねえー、和歌山3区のね二階さんが引退してそしてね息子さんこれ多分三男の方だと思いますけどもねこの三男に譲るき、 ですね、その時ねまあもちろん二階さんよりもこのね息子さんの方がね弱いに決まってるじゃないですかねなのでその時が狙い目だったんですよところが今ですねこの世耕さん自身がですねものすごい、えー、世論から反発を受けていてですねとても出られる状況じゃないんですよね、うん、なので世耕さんもこれ倉替えはもう諦めみたいな感じなんですよね そして自分のね、えー、この参議院選挙をね、うんえー、ですね、和歌山選挙区。これね、来年改選を迎えるんですよね。うん。来年改選を迎えるんで、で、えー、普通だったら、もうこれはね、もう圧倒的な勝利だったんですよ。ね。ところがね、世耕さんというのは、いろいろこの和歌山でもね、いろいろ失敗したりしてるんですよね。うん。どういうことかっていうとね、 えー、この衆議院のの和歌山一区ですねこの補欠選挙が、えー、2023年にあったんだけども、えー、そこでね、えー、この二階さんがね、えー、立てた、えー、鶴穂さんというね参議院議員ね参議院議員ですねこの擁立をね、えー、狙ったんだけども世耕さんんがねこれに猛反対したんですよ、ねうん、そして別の人を立てたんだけどもその人がね、えー、維新の会。 日本維新の会の新人に負けちゃったんですよね。うん。負けちゃったんですよ。ということで、世耕さん何やってんだっていう話ですよね。なので、今度ですね、あのー、ね、もし世耕さんに対して維新がね、強力な候補を立ててきたら、これは非常に厳しくなるだろうと。というふうに言われてるんですよね。うん。ということで、4人ともですね、意外にですね、意外に厳しい。ね。 えー、というようなことなんですよ。ね。うん。そんなようなことなんですよ。ね。うん、まあ、いずれにしてもですね、しかしね、このま,ま4人のね、運命はどうなるか分かりませんけどもね。うん、だけど、とりあえず、岸田さんとしては、この4日にですね、えー、この4人を含めてね、ね、うんえー、全員に処分を下して、それで幕引きにしようというね、腹ですよ。ね。 そしてその後、すぐに国賓待遇で訪米してね、そしてバイデンとね、この晩餐会かなんかでね、立ち上がってシャンパンでカチーンとか言ってですね、<laughs> 飲んでね、うん、それからね、アメリカの民主党のね、応援団のテイラー・スイフトもね、歌声が全米に流れてですよ、そして日本のワイドショーも何度も何度もそれをね、流すと。ね うん、それでね、岸田さんの支持率は何とかもね、持ち直してくるんじゃないかっていう計算ですよね。うん、そしてね、それであわよくば解散総選挙っていうね、えー、ことを岸田さんはね、えー、頭で固く考えたと思うんですよね。うん、まあ、だけどどうもね、それはね、物理的にね、なかなか無理な情勢のようなんですけどもね。うん、まあ、だけどいずれにしてもね、えー、この脱税ね、 えー、裏金脱税事件ですね幕引きはね何としても許されないですよねうん何と言っても森喜朗さんですよ目の前に我々の目の前にね現れてきたね最大の黒幕の名前ですよ、ねうん、キックバックこれをね、えー、に関与していたのは、えー、これは森喜朗さんだとね 森さ,ん森さんにしてみればですよ、せっかく今までね、甘い汁ちゅうちゅう吸っていたのにですよ、ね、それを取り上げられてね、おいおいおいっていうところで、ね、うん、じゃあ、そのね、安倍さんが亡くなった、じゃあその甘い汁返せよみたいなことになるじゃないですか。ね、うん。それが森さんの関与ということですよ。ね。これは冗談じゃないっていう話じゃないですか。ね。うん、そんなね、あの法律違反をね、えー、これは命じるようなね、 そういう森さん、これ冗談じゃないっていうことですよね。なので、野党はこれ承認感も参考人承知をね、求め続けなければいけませんし、国民はですね、もうせっかく今ね、SNS とかですね、ね、えー、手段があるわけですからね、えーえー、このね、<laughs> 意思表示の手段があるわけですよ、SNS というね、うん。そこでね、ずっと声を上げ続けなければいけませんよ。ね、も森吉郎さんを許すなっていうことですよ。ね うん、本当そう思いますよ。ね。だから、慣れた祐介さんもね、うん、ここでね、勇気を振り絞ってですね、えー、まさにね、森吉郎さん、ね、うん。政治的集団自決をっていうね、一、まあ、人じゃ集団はできないんでね。うんえー、これ、二階さんと一緒にね、うん、政治的集団自決をっていうね、えー、ことをやったらどうですか。ね、うん。それがいいと思いますね。まあ、というわけでね。 え本日ここの回はねこれで終わりたいいと思まます、まあそれでね最後にですね、えー、ちょっとだけま,あまた恒例のコマーシャルタイムいただきましてですね、えー、コロナ日本国書ですね、えー、これはねコロナ対策感染症対策はね非常に重要なんですけども、えー、自民党政権の下ではね、えー、科学的な知見に基づいた対策ではなくて利権に基づいた対策になってしまってるんですねなのでねこれ失敗せざるを得ないんですね、うん、それを書いたほうぜひ読んでいただきたいなと思います それから原発と日本列島ですね。これはねあの地質学者でありながら、えー、同年同力炉核燃料開発事業団に30年間勤められた土井和美さんがね能登半島をはじめとするです、ね、日本列島、ね、のです、ね、地質を、ね、調べたんですね。その結果日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけないとなぜなら危なすぎるということですね。それをね分かりやすく書いた本なんですね。是非読んでいただきたいなと思います。 それから、えー、ジュリー・アンドリュース常連ですね、えー、これはね国際的なミュージカルスターであるジュリー・アンドリュースですね、えー、イギリスの、ね、演劇界であるとかアメリカの演劇界で活躍してですねそしてそこの人間模様であるとかあるいはジュリー・アンドリュース自身のラブロマンスであるとかですね、えー、そういったことがね温、えー、かい視点でですね、えー、そして嘘を偽りなく書かれているんですね。 うん、本を読む楽しみがねものすごくね味わえる本なんですね。えー、時には肩の力を抜いてですね、えー、読書の楽しみを味わっていただきたいと思うんですね。そしてこれがね、えー、僕が関係させてもらっている誤月処方新書の新刊なんですけども今あ日本全国ですね地方の方では、えー、本屋さんが少なくなって。 えー、本を直接買えないとか、あるいは Amazon でも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方は5発処方審者に直接ファックスなり電話なりしてきてください。えー、郵便振込であるとか銀行振込で対応したいと思います。5、えー、発処方審者のファックス番号、電話番号は104の方ですぐに分かりますので、どんどんですね、遠慮なく行ってきていただきたいなと思います。あというわけですので、 え本日この会はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。